はい、ということで皆さん、こんにちは、こんばんは、くちゃねと申します。よろしくお願いいたします。ということで、本日はですね、ガシャ予想みたいなのありましたね。シルエットが出てた、動画をね、2日前ぐらいに投稿したと思うんですけれども、まあそちらの予告通り、2人ね、登場しましたと。工場ガシャが更新されましたと。まずはですね、はい、砂塚アキラさんでございます。こちらが新しい特技ですねでございますね。これあれですね、あのマスタープラス楽曲をやる上では強いのかなと思われる特技ですよね。そのフリックアイコンなら 30% アップということが書いていますので、そうですね、本当に、あ、結構本当に普通に強いんじゃないかなと思う特技でございまして、9秒ごと高確率でしばらくの間パーフェクトのスコア 10% アップ、フリックアイコンなら 30% アップと。9秒ごとしばらくなのでクールタイムが 1.5 秒かなでございますと。はい、そして、もう一人ですね、よいしょ、まあ、二人ともね予想通りだったんですけども、大西ゆり子さんでございます。こちらがこれなんかあれか、なんか判定を軽く強化するみたいなやつ名前忘れました。キュートアイドルでダンス特化でございまして、13秒ごと高確率でかなりの間コンボボーナス 12% アップ、グレートナイスをパーフェクトにすると。13秒ごとかなりなので、4秒のクールタイムでございますということでございましてね、本日もね、本日はガシャが2人ですね登場したということでございますけれども、こっちかな、こっちのね、あの 3D 衣装かなの、なんだ、腰についてるベルトみたいなのあるじゃないですか。そこが、なんかスマホがなんかな、スマホになってるのかな。で、通常時これシャープなのかな、シャープみたいなのあって、それがなんかツイッターで見たところを、なんかこう恥ずかしがってるっていうか、喜んでる時になんかハートマークになったりするようにするみたいならしいので、まあそういうね、ちょっとしたこだわりを、ポイントをね、入れてくるところが、すごいなと思いますよね。はい。そしてね、この感じでこう、淡々と二人とも来てるので、まあ来月の頭ぐらいには、ね、ついにあの、リアムが、登場すると。でね、あの、ボイスの方はね、もうね、あの、モバマスの方で、リアムのボイスは実装されましたので、まあね、あの、必然的にもね、あの、デレステ側の方にも SSD が登場した時ぐらいに、まあ、同時期にボイスをね、追加するのかなと思いますので、来月かな。まあ、工場でもね、どれだけのこの、パワーがあるのかなっていうのね、楽しみではございますよね。はい、なのでね、まあまあね、最近ね、絶対ね、もう工場はね、2枚 ?2 人ずつかな、登場しておりますので、まあまあこのペースでいけばね、結構早いペースでもう出し切るのかな、ちょっと見てみましょうかね。確かね、結構もう出てるんですよ。あのもうね、SS レアがほとんどできてますんで、まだ出てないのが、まあ結構いるね。1234の12345678910111213145060名ぐらいかなと。まだまだあった。60名で、一月だいたい、まあまあ10人ぐらい考え、10人もおらんか、まあ10人そこそこ、10人いないかぐらい考えたら、まああと半年、まあ、7、8ヶ月ぐらいかければ、だから今が8月なので、9、10、11、12、1、2、3、まあ、4月ぐらいかな。来年の4月ぐらいには、まあ工場で、まあ、すべてのアイドルを出し切れるペースにはなっておりますので、まあ今までだとね、これがね、一人ずつだと、あと60人ぐらいでしょ。で、一月4人ぐらいだと考えると、もう、1年以上かかるんですよ。っていうのを考えると、まああと半年、ちょっとかな。で、まあ出し切れると思うと、まあ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 いいペースなのかな、とは思います。ということでございまして、まあちょっと今回もね、ガシャは弾けないんでございますけれども、まあ、弾けないというか、ね、実際にそのアイリーのイベントがね、まあそろそろ来るのかなぐらいなタイミングで考えていて、お金も残しておこうと思ったんですけどね、あのこの前ね、2日3日前ぐらいかなに、リーダーさんとね、ボウリングをしまして、で別の友達とも合流してね、あのカラオケに行って、でその後ねご飯を食べに行った結果、僕のお金はなくなりました。なのでね、まあ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 なんだかね、まあちょっとはねお金がね入手できるかもしれないですけどね、まあその辺はもう絶対使わずに、まあ、全てねイベントに溶かしていこうかなと思ってます。もしねアイリーのイベントが来た場合はね溶かそうかなと思っておりますので、まあ、そんなような感じで、まあガシャ自体はですね当分引けませんけれどもご了承ください。
ということで、以上、こんな感じで今日の動画これで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よかったらよろしくお願いいたします。そしてね、ツイッターの方に来て、ツイッターもやってます。概要欄の方から飛んでもらったり、あとは、くちゃねえと検索すれば僕しかいないと思いますので、まあ、飛んでいただいて、まあ、フォローしていただけてね、まあまあ、できたらその一言、もらえればね、フォロー返せますので、まあ、よかったらそちらもぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは、バイバイ。